インバネスは、イギリスのスコットランドの都市である。もう一つの公用語であるスコットランドゲル語では、イニリニシ。ハイランズの唯一のシティで、ハイランズの首都と呼ばれることがある。これに対し、ローランド地方の首都は、エディンバラである。ネス川越しに見た西アンドリュー、大聖堂スコットランド北西部のマレー湾斎王に流れ込むネス川の河口に位置している。 これはこの町の由来になっている。すなわち、スコットランドゲール語のインバーニーシュとは、ネス川の河口を意味する。この川は、ネス湖の近くから流れ、カレドニアン川、オイク湖、ロチー湖を結ぶ。ネス湖は、ネッシーと呼ばれる怪獣が住むという言い伝えがある。2011年に人口が6万2千人程度だったが、20年後には10万人を超えると予想されている。 最近、インバーネス市は、西ヨーロッパの旧西長都市と、市西部での盛んな新規住宅建設分場をもって、あだなされている。スコットランドのハイランド地方に位置し、この町からネス川、ネスコさらに南西へ伸びる、直線上の地形は、グレート、グレン断層ンにより形成されたものである。海洋性気候のため冬でも、比較的暖かく、降雪は年平均18日間で、量も少ない。 11月から3月の最高気温は摂氏7度から摂氏9度、6月から9月で摂氏16度から摂氏19度である。インバネス氏はハイランド評議会の行政上の中心であり、公式にはインバネス州の軍とである。インバネスの名前は最も広範囲のスコットランドのレフテナンシーエリアに与えられた。インバネス氏は2000年に女王から市の地位を賜った。 公式には2001年に死への昇格が祝福された。インバネスの建造物にはインバネス城と聖アンドルー大聖堂を含む多数の教会が含まれる。最古の教会はジオールド・ハイチャーチで川材の聖マイケル山の上に建つ。もしかしたらこの土地はケルト人の信仰に利用されていたかもしれない。城は前の建物の8 3 5年に 造営され、今日では、仲裁板書になっている。もっと古い木造の城は、東遠方にあり、11世紀の建設で、シェイクスピアのマクベスの元になった城かもしれない。西アンド流大聖堂は興味深い、槍のような四角の先端を持っている。これは完成する前に、寄付金が底をついたのである。市は、およそ2.6ヘクタールのメインショッピングセンターを、 商店に提供した。インバネスは、ピクト人の主な拠点の一つで、565年にセイコルンバが、ピクトの王、ブルードを、キリスト教に改修させる意図で来訪した。ブルードは、町の成功のクレーグ・ファトリグに城郭を営んだと、推定されている。インバネス城は、伝承によればマクベスが、ダンカン王を侵虐した城を破却した後、マルカム・カンモーが建てたと言われており、 町の北東1キロメートルの丘の上に立っていた。ウィリアム自王はインバネスに4つの特許状を授け、その一つによって王城が作られた。1233年にアレクサンダー3世が開いたドミニコ海修道院の遺跡は過労死でて残っている。1411年のハーローの戦い道中、ドナルド東王はインバネスへ急行した。年後、ジェームズ世は、 北部の招集された部族長に大使議会を開催したが部族長のうち3人は独立試験を主張し処刑された。1562年には女王メアリー・スチュアートがハントリー博の乱の際ハントリー派の主張によってインバネス城への入場が禁止された。その時の女王の家がブリッジストリート沿いに残る。今では8月15日をメアリー・マスフェアとして 市でイベントを開催している。新京都革命では、オリバー・クロームウェルによって、取り出が築かれ、1715年のジャコバイトの反乱の舞台にもなった。インバネスは、歴史上、ロンドン以外で閣議が開かれたただ一つの街である。1921年に、デビッド・ロイド・ジョージ首相が、休暇先のインバネスに、急遽、アイルランド問題について話し合うために、 ここで閣議を開いたのである。その結果 AI 条約が締結された。インバネス氏を本拠とするサッカークラブは二つある。インバネスカレドニアンシスル FC とクラクナクディン FC である。このうちインバネスカレドニアンシスル FC はスコティッシュプレミアリーグで活躍している。ありがとうございます。